それではここでスペシャリストを呼んでみましょう。スペシャリストの山口くん、お願いします。では早速レーススタートです。さあ、これは風船を割っていくコースです。バルーンバスター、うまくジャンプ台なんかに乗ったりして風船いっぱい割っていきたいところですね。上の画面が山口くんで、下の画面が私です。お、早速赤い風船が出てきましたが、さあなかなか風船うまく取ることが、あー、さあブーストを貯めてダッシュです。さあ、なかなかこのコース難しくなっています。連続して黄色い風船を割るとコンボすることができるんですよ。さあ、さすがスペシャリスト山口くんはもう1位です。あ、さあ焦らず、このコースはゆっくりと焦らず風船を取っていってくださいね。お疲れ様です。さすがです、山口くん、早くもゴールで1位とは。ありがとうございます。いい滑り見ることができました。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。クロスボード7はいろんなコースもあって、いろんな技も楽しめるので、ぜひ自分なりの楽しみ方を見つけて、クロスボード7ぜひプレイしてみてくださいね。私ももっともっと上手くなって店頭に立てるよう頑張るので、その際は応援よろしくお願いします。コナミアイズの上田でした。コナミ